ザクセンバイアンスバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、マチソン。この町は、公式には13の地区からなる。名前は、カール大帝の時代に、ビュールツブルグ市をベルンブルフによって、ザクセンからの入植者がこの地を開いたことに由来する。初めて文献上で言及されるのは、1277年のことである。ザクセンは、 ヘーデック家のリヒテナウ領の一部であったが、1406年に、この領土は、帝国自由都市ニュルンベルクに売却された。しかし1409年には、アンスバッハとの不断の対立から、リヒテナウの領主権は、従って、ザクセンのそれも一緒に、貴族のルンベルクに売却された。貴族家はこれをさらに、ニュルンベルクの富豪、アルモーデンに、売却、1472年まで、 この家がこの地の所有者となった。1666年にアンスバッハから提案のあった領土交換を拒絶し、ニュルンベルクが統治者となった。1806年この村はバイエルン領となった。1972年のバイエルン州の市町村再編で、それまで独立した自治体であったフォルカースドルフ、アルベルンドルフ及びラッツェン,ビンデンの大部分が、 ザクセンバイアンスバッハと合併した。ザクセンバイアンスバッハの議会は主張を含めて十七、議席である。ズンガラ、向かって、左は、銀字に、赤い爪やくちばしを持つ黒い和紙。向かって、右は銀字に、斜め十字に交差する二本の赤い短剣。解説、ザクセンバイアンスバッハは、リヒテナウ領に属し、1406年には、帝国都市ニュルンベルクの所領となった。 15世紀半ばからは、ニュルンベルクの符号、アルモーゼンが、地主となった。こうしたニュルンベルクとの強い結びつきが、向かって、左半分のニュルンベルクの紋章の引用に、表現されている。日本の交差した、探検、サクスは、村の名前を表しており、8から9世紀の変わり目頃に強制的に、入植させられた村の創設者のことを思い起こさせる。この自治体は、 アウトバーン A6 号線のリヒテナウインターチェンジの間近に位置する。自治体の外れを連邦道 B14 号線が走っている。さらに鉄道アンスバッハニュルンベルク線が通り、近郊鉄道 R7 の停車駅がある。ありがとうございます。